愛犬家殺人事件っていうのがあって、犬好きの人を犬を絡めた商売をしませんか、出資をさせて殺しちゃう、一番最初の被害者なんですよ、僕の同級生が。世間を大きく騒がせた連続殺人事件に関する知られざる怪談。まあ、そいつ高校行ってなかったんですね。パチンコ屋で働き出したんです。するとしばらく経ってから噂で彼が消息を絶ったことを知る。そしたらある時に留守電が光ってたらしいんです。再生ボタンを押すと聞こえてきたのは、1分再生します。帰りたいよ、帰りたいよ、帰りたいよ、帰りたいよ。